花尾由郎の音楽魂。こんにちは、金尾義郎です。1週間ご無沙汰、いたしました。桜の季節になってまいりましたけどもですね、お楽しみいただいて、いますでしょうか。本日のゲストをご紹介しましょう。南下雄太郎さん、イエイ。はじめまして、イエイ、南下でございます。ということでね、早速ね、今日は南下さんのね、というか南下雄太郎ってあなた何者？まあですね、謎の覆面歌手でラテン歌謡をロサンゼルスで歌ってるんですけど、ね、素晴らしいですよね。これ早速ね、今流れているのは雄太郎さんのフローデウェポ、はいね、はい、まあ、スペイン語では、まあ、転がっていく卵みたいな歌なんですけど、なるほどね。それでなんかこうカッカッカみたいなやつを、まあ、ギターでテケテケテケこうやってやったりとか今してるんですけど、これはなんかそのラテンっていうか ね、やっぱメキシコ、そうですね、メキシコの音楽、ね、なんですけど、音楽ですね、まあ、いろいろミックスされてるんですけど、はいはいはい、メキシコの民族音楽っていうのは大きく分かると2種類あって、一つはまあ皆さんご存知のマリアッチ、はいはい、もう一つはソンハロチョっていう、まあ、2つ大きく分けるとあるんですけど、なるほどね。そのマリアッチはハリスコ地方から山岳地帯からできたもので、うんうん、ソンハロチョっていうのは海岸沿いの方から、うんうん、まあ、来たものなんですけど、うん、それはまあ、ベラクルスっていう場所なんですけど、はい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 、そのベラクルスっていう場所はどういうところかっていうと、うん、その昔スペイン人がメキシコをこう占領するときに入ってきた入り口の土地だからなんですよね、はいはいはい、だからメキシコ人の中でも最もスペイン人に影響されたはい、民族は住んでるとこなんです。なるほど、ね、そういう人たちの民族のことをハローチョって言ってるんですね。ハローチョ、ハローチョっていう人々なんです。はいはいはい、はい、でそこでやってるのがソンハローチョ、ソンってのはなんとかの歌って意味なんで、ハローチョの歌っていうことでソンハローチョって言ってるわけです。なるほど。ここでですね、紹介しておきましょう。連日ライブの高島誠さん、こんにちは。こんにちは。今頃になりましたが、松下としみさんでございます。こんにちは。オーラ、オーラ違うか。オーラ、そうですね。オラ、オラ、小林さん。オラ、オラ、オラ、いや、オラ、オラ、オラ、はははは、ウラですからね。ウラじゃない、ウラじゃない、オラ、オラ、オラ。ということでですね、なんか雄太郎さんっていう名前はどこから？なんかっていうのは、うん、まあ、僕はロサンゼルスに住んでましてね、はいはい、でロサンゼルスっていうところは、うん、カリフォルニア州では南カリフォルニアって言われるんです、うん、はいはいはい、それでカリフォルニアっていうのを日本語で表記するときは、うん、カシューって言うんですね、カシュー、ああ、はい、加えるね、はいはい、はいはいはい、カシューって言うんですけど、はい、南カリフォルニアのことをやっぱ南カシューって言うんですけど、うんうん、それを略して南下というわけです。あ、南に加えると書いてね、はい、それで南下ということで、はいはい、サウダンカリフォルニアってことなんです。あ、なるほど。そこで遊んでる太郎ということで、そうです、英語で言えば
サウダンカリフォルニアプレイボーイってことなんですよね。なるほどね、うん、でもなんか言ってやろうみたいな、はいはいはい、よし行くぞとか、そういうあるじゃないですか。ありますね。花岡ジッタとか、はいはい、ね、いますでしょ。花岡ジッタ、ね、その流れ、そんなの知ってる人いませんね。もう実写の服部くんですから。あ、なるほど ね、そうですよね、うん、そういう感じで、うん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 、なんか言うた、なんか言ってやろうみたいな感じで。なるほどね。ね、まあということでですね、そのカリフォルニアね、本日は南カリフォルニアが特別ゲストということで、なんか裕太郎さん、うん、はい、で、なんか裕太郎さんのですね、はい、そのまあラテン歌謡というかね、はい、そのあのアルバム出てますけども、これちょっと、画像映ってますけども、この中からですね、はい、1曲聴いてみますか。あ、お願いしますね。あの夜の銀狐、あ、いいですね。出ますか。はい、行ってみましょうか。じゃあ、寂しくないかい、うわべの恋は心を隠して踊っていても、ソロリステラノーチェ、信じておくれよ、ということでですね、すごい、すごい面白い、これは面白いね、楽しい、これ楽しい、独特だね、この夜の、ありがとうございます、ね、夜の銀狐なんですけど、この演奏も素晴らしいですね、ありがとうございます、ね、これはね、本当にまあ
さっきも言いましたけど、あのマリアッチで使うあのギターロンなんていうのでがベースでやってるんですけど、まあ、さっき真子さんもおっしゃいましたけど、ギターなんかもレキントギターっていう ね、あの5度から始まる、あの、はいはい、鶴岡正義さんなんかもやってるのがレキントギターですよね、はいはい、レキントギターね。 かつては日本のラテン歌謡も、うん、まあ、皆さんインムド歌謡と言いますけど、うんうんうん、そういう人たちってみんなラ、うん、ね、あのスタジオの人なんかみんなラテンさんなんて呼ばれたんですけど、パラシーね、スタジオの人は、うん、でもそういうところは、ね、はいはい、そういうのレキント持ってたんですけど、うん、最近あまりレキント弾く方が少なくなっちゃって、うん、まあ、まあ、そのまたレキント流行ってくれればいいなと思ってやるんですけど、うん、なるほどね。その、まあ、ラテン歌謡にその、まあ、やられてるっていうか、なんか理由があるんですかね。もともとそうですね、あのまあ、あのロサンゼルスに僕が移住して、うん、それでロサンゼルスってところはもともとメキシコだったわけです、はいはい、だから本当はロスアンジェルスということで、はいはいはい、天使のような涼しい街なん で、ね、ロスアンジェルスって言うんですけど、うん、英語だったらザ・エンジェルじゃないですか、はいはい、ね、だから今でも通りの名前なんかも、うん、サポールダだとか、うん、ね、あのスペイン語の名前が多いわけです、うんうん、ですからスペインまあ、メキシカの人もたくさんいて、うん、最初はあの黒人街で R&B とか、ね、ブルースが好きなんで、うん、そういうところでヘンガウトしてたんですけど、うんうん、だんだん知らないうちになんかあの周りにメキシカの仲間が増えてきちゃって、うんうん、知らないうちにタコスが食うようになってて、うん、そういうやつらがやっぱり聴いてる音楽っていうのがあのラテンで、うんうん、知らないうちになんかこうどん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 感化されていったというか、うーん、だから本当はブルース R&B みたいなのをやりたくてアメリカ行ったんですけど、たまたまそういう土地柄が、うん、そうロサンゼルスとか、まあ、メキシコの人なんかいっぱいいますから、うんうんうん、週末なんてみんなパーティーパーティーもスピーカーなんかももう割れるぐらいでかい音でじゃないですか、バン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 、それも、もう耳に残っちゃって、うん、もう全部が全部じゃないですけど、うん、この曲いいなとか、はあはあ、こんなのいいなとか、なるほどね、うん、それでね、あのまあ日本語もスペイン語も英語よりは近い発音で歌えるというか、例えばあの日本語だったらあいうえおじゃないですか、母音が、はいはい、ね、でもスペイン語だとあえいおうですから、あ、なるほど ね、だからオラコモエスタって日本で言っても通じるってわけです、はいはい、なるほど、うん、だコモエスタセニョリータとか言っても、はい、通用するわけなんですよね。なるほどね。だからあの日本のそういうなんていうんですか、昔のそういう作曲家がやっぱりあの当時やっぱりあのラテンの曲を聴いて、うん、その歌詞が日本語に近いんで、うんうんうん、そっからイメージが湧いてきたとか、うんうん、そういう感じじゃないですか多分、うんうん、だからね、あのまあ、そういうことなんですよね、うん、今日 の、 そのお持ちになったその楽器は そ、 の、うん、それは なんていう、これはハラナっていう楽器で、ハラナ、あのハラペーニョとかじゃないですか、あ、ね、はいはいはい、ハラペーニョは J で始まりますよね、はいはい、でスペイン語だと J は A はあの H 発音ですから、はいはいはい、まあ、それでハラナって言ってるんですけど、はいはい、これさっき言いましたあのマリアッチとソンハローチョと2種類あると、うん、そのうちのソンハローチョで使われる民族楽器なわけです、うん、なるほどね。それなんでか、あのこれはまあその楽曲の中では弦が8本ですか、ね、はい、はいはい、五穀数に8本なんですけど、うん、はい、まあ、これはあのなんていうんですか、あのその民族音楽にリズムとコードを提供する楽器なんですね。なるほど、リズムとコード、うん、だからあの、まあ、さっきも言いましたけど、その、うん、あのスペインに最も影響されてるメキシコ人でハローチョって人たちなんで、はい、そのスペインというと、うん、やっぱフラメンコじゃないですか、はい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 、だから奏法としてはこのラスゲヤードかき鳴らし、まあ、こんなんです、なんですけど、はいはい、トロチ柄、そのトロピカーナの土地柄なんで、うん、アフロキューバンのリズム入ってるんですよ。だからあのアフロキューバンとその、あのフラメンコが融合されたのがこの弾き方なんですけど、はい、現地の人はねこうやって弾いてます、うん、あ、そんなわけありませんねそんなわけありませんねこれは面白いね失礼しました
ことありませんよね。孫さんには引き出してきたのかと思って。じゃあなんかそれで孫さんと今日はそうですね。やあのじゃあとりあえずじゃあ真面目に現地の人はどうやって弾くかっていうのをやってみましょうかね。はい、ね、あの現地の人はあのかき鳴らしとアフロキューバンシックセットなんで、うん、こういう風に弾いてます。浮かんでくるよね。腰が動くね。腰がね。そのソンハノチョで最も有名な曲っていうのが、うん、あの1950年代にリッチバレースがカバーしたラバンバですね。はい、ああなるほどね。で言ってんですけど、はいはいはい、まあ要するにこうでも原曲はもっとバラババラバンバ。なんてこんな感じを、ロックのさ、うん、でそれ聞いてた人が、うん、なんかあれ、Shaking the baby now、なんて言って、ね、やってたら、うん、それガキの頃に聞いてたやつが。うん、How did it feel? Like a rolling stone. なんで発展していったらしいんですけど。なるほどね。まあ、定かじゃないんですけど、うん。それは俺も知ってるみたいな、まあね。そういう風にこう言っていったんじゃないかなと思うんですけど。なるほどね。その大元がラバンバこれだったっていう。ね。ね、ねえ、うん、それは面白いですね。歴史があるね。そうなんですね。ね、ためになる。ね、金尾芳郎の音楽魂。ためになるな。いやね、本当にね、今日はなんか雄太郎さんをねお迎えしてね、とても楽しい。あのどっかで会ったような気がするんだけど。ま、なんかあったような気もするよね。ということで今日なんか雄太郎さんですけども、真子さんとなんかちょっとなんかちらっとやってみます。ね、そうですか。うん、じゃあ、ね、もしあれだったら、これはもう今までやったことない感じですね。うん、ね、じゃあせっかくなんで、あのとりあえずあの、まあ、元はまあまあラテン歌謡なんて日本のやつもやりますけど、はい、まあ本当はこういうのから入ったっていうことで、ほうほう、じゃああの。スペイン語の曲でも一発あーそうですか、行ってみますか、行ってみますか、あのまあじゃあこうこんな感じですかね、じゃああの お手を拝借、はい、あTanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor como tú llevas también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivirBastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que el por fuerza llevarás Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida De lo buenoSoy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero ya está como aquí Y a la boca llevarás sabor a mí On guitar Tashi Makoto Por favor.
pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo falta de mi vida. Ni lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar para ser.優しい歌、ね、しびれました。愛の歌ですから。愛のね。サボールアミっていうのは英語で言うとテイストオブマインって感じで、うん、日本語だと なるほど、ね、私の味って言うんですけど、かいつまんで言うと、うん、まあこんなに長い間、うん、楽しんだ二人の愛ももう終わってしまった、うん、俺はもう知っている、うん、あなたがもう俺を必要としないっていうこと、うん、でも俺は幸せさ。あんなに楽しい時間を共有できたじゃないか、うん、でもあなたはもう行ってしまった、うん、でもまだ俺は幸せなんだよ。なぜかというと、うん、あの時キスした俺の味が今でも君の口の中に残ってんじゃんっていう、まあ、まあ、異妙な、うん、なんか日本人だと笑っちゃいますけどいや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 、まあ、そんだけ愛が深かったっつー、ね、まあ、歌なわけなんですけど、ね、でもね、なんか自分の唾の味が人の相手に残ってる気持ち悪いよねそういえば、まあ、まあね、まあね、まあそんなこともあります。あの素晴らしいね、そうですね、あのなんか雄太郎さんですけどですねあの、ということで今日はねファックス来ております。僕の方からじゃあ、ご紹介しましょう。チャーリー佐藤さんですね、金尾さん、誠さん、松下さん、山田さん、こんにちはということでね、こんにちは。花見には残念な天気でありますが、暑い曲で心を温かくしていただきたいと思いますというね、今日なんかゆうたらさんのね、うん、もうすごく情熱的なね、あの優しい声をね、楽しい、はい、お楽しみいただきたいと思います。チャーリー佐藤さん、よろしくお願いいたしますということでね、投げ銭が来ております。これ4000円ですか、5000円だから9000円、あ、5000円これ使えないんだよ ね、打ち上げできたのね、これで、ね、なんかさんはね、あの前上げ打ち上げ大好きで、あの大好きな方でありますからですね、あのそうですよ、ありませんもんね、そんなありませんから。もうあれですか、あの何年ぐらい、あのロサンゼルスの方は。おかげさまで、はい、今年で26年目もいました。26年ですか。一番自分の人生の長い間過ごしちゃいましたね。その前は東京に13年ですから。なるほどね。それ考えると、うん、もうあっという間に経ってしまって、しびれますね。なるほどね。しびれまくりです。なるほどですね。あの素晴らしいと思いますけどもですね、こうやってあの日本のね歌、あのやっぱり古い歌というか、あの、まあ、歌謡曲とかになりますが、あのやっぱりこう作家があの、まあ、ちゃんとしてるというか、いやもちろんそうですよ ね、そういう方たちがやっぱ書いてましたので、今あの、まあ、シンガーソングライターたくさんいると思うんですけども、やっぱりちゃんとした歌ですよね、言葉の表現とか ね、だからいい歌がたくさんあると思うんですよね、はい、うん、ありますね。それをまたね、あのアメリカでね歌って、あのそうですね、あの、あのまああの
日系人の、はいはい、敬老施設みたいなところに慰問に行ったりとか。ああいいですね。やりますね、やりますね。僕もねこの間行ったんですけど、うん、あの松下さんとねあの、はい、まあ3人で行きましたけど、ま、あのやっぱりお年寄りの方ってなんかあのエネルギッシュっていうかね、歌うことがね結構声が大きかったよね、一緒に歌ってくださる方たち、うん、そうなんですよ ね。でもなんかこう知ってる、例えばね、はい、日系人で日本語なんか喋れないじゃないですか、はいはい、おばあちゃんなんかでも、はい、でもふるさととかやるじゃないですか、はい、うさぎ推しって言ったら、はい、うって言ったらもう次からさーぎって歌ってますから。そうですよね。ね、うん、そうそうそう。しべりちゃんも終わったら、こんなばあさん興奮させてどうすんのあんたなんて言われちゃって失礼しましたみたいな。それも最高の褒め言葉ですけどね。そうですそうですよね。ね、それは素晴らしいと思いますよね。ね、なんかね、どうするもこうするもね。ね、うん、どうしようかなと思っちゃいましたけど。いや僕も最近ちょっとモテるんだよね。あの80ぐらいの方に。ね、あのじゃあ今度一緒に行きませんか。だからもうお互いにもうちょっと若かったらねとか言われたもん。いやもう今ですって言わなくちゃやっぱり今が旬ですから、ね、お互いのね、あの言われましたけどでもそういうことはありますけども、あ松下さんの方からあのファックス来てますでしょうか、ご紹介お願いいたします。はい、はい、金尾さん、誠さん、としみさん、スタッフの皆様、キキさん、はい、そして本日のゲスト、はい、南海雄太郎さん、こんにちは。はじめまして、少しずつ春めいてまいりましたが、皆さん花粉症は大丈夫ですか。桜も見頃、はいはい、しかし天気がいまいちですね、今日は金尾さん、誠さん、としみさんの歌声はもちろん南海雄太郎さんのラテン歌謡も楽しみです、うん、リクエストはすべて聞きたいのでお任せいたします、よろしくお願いします。PS 4月19日、はい、フライデーのライブ近づいてきました。ワクワクドキドキの毎日です、うん、再会を楽しみにしています、はい、清水佳代子さん、あ清水佳代子さん、元気になられたみたいですよね、あの事故でね大変な事故だったんですよね。あそうですか、うん、そう 車でこうなんかこう転落されたの、レスキュー隊からその救出されて大変だったみたいですね、あそうですか、ね、それであの復活しましたね、うん、復活ね、はい、元気になられました。時間がねちょっとかかりましたけどもですね、あの本当に再会をね楽しみにしております、4月19日ね、はい、あの横浜フライデーあのお会いしましょう、チェキラとやりますよ ね、はい、お待ちしてます、お待ちしてます、ね、横浜フライデーといえば、うん、僕も若い頃ずいぶん行きましたね。ああどれぐらい前、僕が行った頃は81年82年ぐらいですね。30ちょうどそう30数年そうそこで古いですよね、あそこもね、そこでやって休憩時間は、うん、ジョンジョンでホットグドッグみたいな時代です、うん、ああなるほどね、あその辺でも知ってるんだ、あマスターがお会いしたいって言ってましたよ、安藤さん、あ磯原さん、うん、そう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 、ね、磯原、あ、そうそう言ってました、よろしくお伝えくださいと、ありがとうございます、話が出ました、うん、あ、そうしてました、あ、ね、今日来るとか言ってたんだよね、ひょっとしたら、そうそうそう、あの連絡しときゃよかった、あ忘れてた、昨日電話したんだけど、じゃあ磯原さん好きなコニーフランスとかもうやっちゃいますかね。ねえ僕もあなんてね、うん、そんな俺が男の子どこいるんで気持ち悪い、ということでね、あなんか、うん、また来てますか、はい、ミキさんからいただいてます、あミキさん博多のね、はい、はい、うん、ゆうたろうさんようこそ、うん、先週の土曜日以来ですね、うんうん、あの時はステージはテックス中村さんだったけど、うん、前上げと打ち上げは完全になんかゆうたろうさんでしたよね、うん、おいらも久しぶりに会えたのが本当に嬉しくて前上げで出来上がり本番中に楽しすぎてテキーラまで飲んで盛り上がりすぎて打ち上げでは潰れてしまいました、でも最高でした、今日は残念ながらとしみさんは物着姿かっこ着物姿ではないでしょうが、お三方とも素敵な時間をお過ごしくださいね、さて、うん、先週の桑田靖子さんの回も楽しかったですね、うんうん、はい、やっぱりふるさとを大切に思う気持ちは大事ですよね、うん、同じ福岡県民として、それ以前直方と北九州の市の境で働いていた人間なので、うん、情景がどんどん浮かんできてたまらない気持ちになりました。そうそう、先週桑田靖子さんあの、うん、同じ同郷なんですよね、あそうですか、あの福岡のね、直方市っていうところであの僕も生まれて、そうそう、で靖子さんもなんかちっちゃい時からね僕の話を聞いてたらしいんですね、知ってる、ねね、あんまりそこからデビューする人少ないんだろうね、あの割と少なかったんだよね、きっと、で
隣同士でエピックと僕エピックで隣の松尾清則さんがあのシネマっていうバンドでデビューしてて CBS ソニーでとか CBS とエピックが隣同士だったよね、うん、珍しい、ね、エピックといえば、はい、加納義郎さん。いやいやいや、そんなことないんですけど、ね、あの、じゃあ続きいきます、はいはいはい、特に山や川は本当に心が喜ぶものですね、はいはい、東京も何十年ぶりに渋谷川が見える状況に戻るとかっていう話を聞き、うん、そうなの、どういうこと、そうなの、そういった精神安定剤になる目的もあるのではと思っています、うん、誠さんにはジャックズレ川、ジャックズレ川、花尾さんには音楽川、音楽川、としみさんには四万十川がありますよね。あ、確かにね。ゆうたろうさんはどうですか。もうすでに日本の川は何でもふるさとかもしれませんね、うん、そうですね、川近くにございます、そうですね、何川でしょうね、裏側ですかね。ちょっと思いつかなかったかな。裏側、裏側ね、裏側で、はい、社会の裏側ですかね、やっぱりね、ゆうたろうさんの裏側はテクスさんだったし、いやいや、もうまた違う、うん、またね、リクエスト、もう手の字言っちゃダメよ、ね、ゆうたろうさん、うん、上を向いて歩こうだけど何でも OK、リクエストですか、リクエストです、それはあの、じゃあ、あの音源聞いてもらってそうですね、のがいいかもしれないですね。あ、それ この中入ってました、入ってます、あ、それじゃあ聞きながらお話ししましょうか、はい、ですね、山田さんと一番最後ですね、多分一番最後の曲です、何曲目かな、この CD の一番最後の曲、何曲目、何曲入りですか、これ8、これ、あ、これじゃないですね、8曲目かな、8ですね、ナンバー8で、ということで、はいはい、ダイナマイトだけど、あ、ミキさんリクエスト、あ、はいはいはい、茶色い、茶い、あれ、茶色い方のあの CD ですね、多分茶色い方、 PS、 あ、そうですそうです、はい、読んでみますね、ゆうたろうさん、はい、また黄昏の銀座と熱海の夜の歌合戦しましょうね。何これ、歌合戦したんですか、熱海の夜と、あ、ミキ君も歌うんだね、あ、歌うんですか、ね、だ、あの、タソロの銀座ね、デュエットやっちゃいました、うん、俺、ほんと、ほほですね、あの、熱海の夜なんかは、まあ、自分で歌いましたけど、ああ、そうですか、たった一度の幸せが儚く消えたね、あ、失礼しました、いいじゃんね、今失礼しました、レパートリーが広い、ね、今度あの今ラテン歌謡なんですけど、なんかゆうたろうの、はい、あの次のプロジェクトは、はいはい、あのブルース歌謡っていうことで、ブルース歌謡もいいです、仕込んでますから、いい、なるほどね、あの、なんですか、赤坂の夜は更けてとか、はいはいはい、あのブルース、赤坂の夜は更けゆく、なんていうんですか、うんうんうん、その英語版で、うん、I just can't love somebody else dear I love you なんてこう歌ったりとか、なるほどね、あはそんなことやったり、面白いね、いろいろ、あの、終わりありませんから、もういや、でもね、ずっとあのそういうなんていうかな、こう、あの、解釈ってなかなかしてる人っていなかったので、例えばブルースだったら、うん、もうずっとブルースとかね、うんうん、そうなんですよね、そういうね、だからそういうなんかやっぱりね、ゆうたろうさんに会うとね、その広がりをね、が感じますよね、皆さんね、やっぱり、うん、あの、なんていうかな、洋楽聴くっていうことが、うん、一般人よりも自分が優れてるみたいなさ、なんか、なんていうかな、うん、なんかちょっとしたエゴがあるじゃないですか、うん、その、なんていうかな、うん、そういうのって全然ね、損だと思うんですよね、うん、なるほどね、いいものいいね、好き嫌いは好きな、うん、そうだよね、うん、ジュニーやってもらっていいんですけど、うん、だから僕はブルースしか聴かない、うん、それも黒人のブルースだけとか、うん、ね、白人のブルースダメとか言ってるじゃないですか、ね、結構あるよ ね、俺なんかおかしいんだけど、おかしいじゃないですか、うん、で、なんか俺もそう、ね、それ日本の大学行って、あの軽音楽部入って、うん、先輩これも聴かなきゃダメなんて無理やり聴かされてたりして、うん、そういうのってね、ちょっと違うと思うんですよね、そうそうそう、もっと自由で、自由なね、本当になんかパッと聴いた音楽がいいなと思えば、うん、それでいいわけで、うん、じゃあ、ブルース好きだって言ったのに松田聖子聴いてる、なんだなって言うじゃないですか、そんなのいいんですよ、どうせ好きなんだから、そうそうそう、そうだよね、だって自分の耳で、うん、あんたの耳でなんで俺の耳で聞くの分かんのって思うんですよね、そう思いませんか、俺の耳だよ、俺の耳なんだから、あんたの耳じゃないんだよ、
ね、大谷さんする人いっぱいいるよ、ねね、うん、何やっちゃいけないこれ言っちゃいけないってね、そう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 、ね、なんかそこら辺がねものすごくね、なんかあの最初にお会いしたことはなかった、今日初めてだよね、よく見た人口が滑った、口が滑った、あの最初からねちょっとそう思ってたんでねその自由なところがね、素晴らしいなとか思ってですね、いやいや、あれ本当にあのじゃあの上を向いて歩こうどうなったんですか、あ、オッケー、ちょっとじゃあ触りだけ、じゃあ、うん、はいはい、ちょっと聞いてみましょうか、聞いてみますか、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、上を向いて歩こう、にじんだ星を数えて思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜ということでですね、上向いて歩こう素晴らしいですね、これプロモーションビデオ出てるよね、今なんか来てる、なんかね、岩瀬さんから、うん、その今ちょっといただいたんだけど、はいはい、なんか言ったらさんの映像をチェックしてたのですが、うん、上向いて歩こうのカバーの歌と映像がとても素敵ですね、たくさんのキャストが出演して歌っている映像素晴らしかったです、今日のラジオ楽しみに聞かせていただきます、これはいつ頃撮ったんですか、あの映像、これはねちょうどあの東北の震災があった年で、はいはいはい、本当はその復興っていうか、うん、まあ、なんていうかな、うん、それになんかちょっと応援歌的なことになればいいかなっていうことで、うん、それでまあ PB も友情、うん、出演で、まあ、LA でやってるその役者の卵とかダンサーとかそういう人たちが集ってくださって、うん、でまあまあみんな泣いてるシーンから、うん、笑顔に変わっていくみたいなシーンを撮って、うんうん、まあ、いろんな人種問わず、うん、東洋人もいれば、うん、黒人もいるし、はいはい、メキシコもいれば、まあまあ、なんですかアジア系の人でも、ね、うん、まあ、そんな人が出てくださって、うん、それでまあそれがなんかこう希望みたいなものが、まあ、一つのテーマで、はいはい、それ撮ったんですよね、なるほどね、僕もね初めて見せていただいた時にね、やっぱりちょっとこうまだお会いする前だったと思うんですね、博多美紀さんの紹介でね、そうですね、曲お会いすることになったんですけども、その時にねちょっと見させていただいて、もうこれやっぱ素敵だなとか思って、ありがとうございます、それでこの時はハーモニカとか一瞬ソロでダララララララ、はい、そこはハーモニカでやったりして、でもまあ感想のところはまあ、LA なんで、はい、スペイン語の MC が入ってナレーションが入ってるんですけど、そのなるほど、ハーモニカがダララララってやってる裏で、はい、まあ、スペイン語でメッセージがこう、まあ、いろんな辛いこともあるけど、うん、明日はきっといいこと来るから、うんうん、そして頑張ろうよっていうようなメッセージを、うんうん、まあ、スペイン語で、うん、まあ、その MC やってくださった方は、うん、エレの、まあ、チカノ版、チカノっていうのはアメリカで生まれたメキシコ系の人たちなんですけど、うん、その人たちの、まあ有名なバンドでテアラっていうグループがいるんですけど、うんうんうん、そこのリードシンガーの、まあ、ボスなんですけど、うん、ルーディ・サラスさんっていう方がナレーションやってくださったんですかね、うん、へ、日本にもそのバンドで公演、まあ、70年代に来たりとか70年に来てますけど、へ、ティエラっていう、ね、はい、まあまあ、いろんな人の協力を得て、うん、まあ、ふうになってるんですけど、なるほど、はい、この時はなんか裕太郎さんのこれがデビューみたいな形そうです、うん、そうですなりますか、はい、デビューっていうか、まあ、そうですね、まあ
そうですよね。そうですね。まあ、なんかやってみようっていうことで、うん、まあ、それでなんかなんかって言ってるんですけど、うん、なんかあの言いましたよね、さっき ね、 ね、もう今日なんかガツンと言ったじゃないですか、なんか言いましたなんて感じで食べてということでね、あのファックス、まあ、あれですか、はい、メール来てますか、今ね、メールちょっと読みました、はい、あ、うん、え、途中から、あ、岩瀬さんの、はい、ああ、途中からでしたけど、ね、OK です OK です、はい、ということでね、今日なんかゆうたろうさんちょっとじゃあ一緒に、うん、松下さんもなんか、ね、あの、うん、ラテン会を、ね、参加する、ね、嬉しい、嬉しい、ラテン会を参加します、ね、何やりましょうか、じゃあ、昔の、ラテンに影響を受けた、はい、作詞作曲佐々木弁さんの曲で、はいはい、佐々木弁さんっていうのはあれですよね、あのパープルシャドウの人ですね、あ、パープルシャドウですね、だからあのパープルシャドウの時もあの小さなスナックとかやってるじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、まあ今、まあ、別れても好きな人やろうと思うんですけどいかがですかね、はい、あ、いいじゃないですかこれ、うん、それ昔もね、その別れた好きな人も、うん、あの小さなスナックみたいなアレンジだったの、うん、別れた人に会った、僕が初めて、あ、そういう歌ありましたよね、そういうアレンジだったんですけど、そうですね、うんうん、そういうアレンジだったんですよね、うんうん、まあ、でもまあ、じゃあとしみさん一つなんか、はい、あのなんかデュエットをやっていただけませんか、キーはあれじゃない、大丈夫、ちょっと高いかな、頑張ってやる、じゃあ、まこさん、じゃあ、はい、イントロちょっとなんかソロでペロペロってやってそれでいやいや、あのね、あのほらイントロちょっとなんか一人で、あ、いい、これこういうの、これ、そうそう、いい、はい、でちょっと好きな人、高橋誠、なんかそれ打ち話してくださって、そこからイントロいきます、渋谷で会った別れた時と同じ雨の夜だった、傘もささずに原宿、思い出語って赤坂、恋人同士に帰ってグラス傾けた、やっぱり忘れられない、優しい言葉で私を包んでしまう、ダメよ弱いから、別れても好きな人、好きな人、別れても好きな人、好きな人、ふっ、次の終わり、ここでさよならするは雨の夜だから、やっぱり忘れられない、変わらぬ優しい言葉で私を包んでしまう、
れてもいいね。俺もちょっといいかもね。たまには演歌あのムード歌謡だ。俺はムード歌謡だね。ラテン歌謡は楽しい。楽しいね。そのまた音色がいいんだね。これカラッといいね。すごいね。それあれですか。あ電あのマイクついてんだ。それがね、つけた。ここにつけた。やればもう DI でもなんかすぐできるな。どこでもできる。すごいね。もうついてるじゃないですか。ね。これでも紐つければもうそれでもすぐやりますから。なるほどね。素晴らしいですね。なんかゆうたろうさんですけどもね。私カリフォルニア行きたい。ね。一緒にやりたい。ね。あのそしたらもうあのナーシンホームとかね日系のケロホーム一緒に。ね。それはもういいんじゃないこれね。行きましょうよ。音楽魂カリフォルニア。ね。じゃあまたね。ご用命は中村観光へ。中村観光。中村観光。中村観光ね。何人見たり尽くせるんですから。なるほどね。ということでね、今日は僕何やろうかなとか思うんだけど、どうしようかな。もういいか。あ、ちょっとリクエストやる。リクエストミキさん。あ、ミキさんリクエストやる。ダイナマイトやる。ダイナマイトってキーなんだっけな。あ、そして、やってみますか。ちょっと重いかもしれないけど、博多のミキさんのリクエストに答えますか。なんか来てる。いやいやこれあと、あカップなかったっけな。あったあった、ダイナマイト、いきますか。
はい、ということで、ミキさんのリクエストで加納芳郎ダイナマイト。楽しい。いやーなんか俺すごい、ね、なんか楽しかった、ねうん、なんかねなんかゆうたろうさんでしたけどなんかねなんかゆうたろうさんなんか明るくなって本当にね、まあやっぱりいろんな方とねこうやってね、やらせていただくとですねまた世界が変わりますよね。広がりますね。広がりがね、おかげさまでなんかゆうたろうさんのラテン歌謡のねなんかゆうたろうさん今日登場ですけども今後のスケジュールってどういうふうになってますか。実はね今日この午後から東京大、はいはい、この後ね、はい、この夜なんですけど、はい、東京大観山の、はい、あの大観山、大観山の、はい、晴れたら空に豆まいてってお店なんですけど、そこで、そうなんだ、はい、東京メキシカンパーティーなんて題しまして、まあ、僕がスペイン語の歌歌って、大阪からの、はいはい、テックスメックスやるあのアコーディオンとかね、はいはいはい、そういう人たち呼んで一緒に、あのテハノミュージック、まあ、テックスメックス音楽やったり、はいはい、さっき言いましたソン・ハロー町のハロー、あの、ベラクルスから、はい、ソン・ハロー町のモノホンの奏者が二人、はい、来日してますんで。モノホン。モノホンの。その、ね。なんか古いなぁ。いいね、モノホンだから。その、そしてもお迎えして、はいはいはい、その人たちと、まあ、一緒に、さっきやりました、この腹なんかやったり、はいはいはい。やろうかなと思って、うん、なるほど、まあ、メキシカンフードとか、はいはい、グッズなんかもある、まあ、メキシカンパーティーなんで、うんうん、まだお席もたくさんありますし、あの前回もすごく大好評で、はい、あそうですか、ね、今日それがやりますんで、もしお暇な方、はい、そうですね。大観山の、お店の空豆、晴れたら空が晴れたら晴れ豆晴れ豆晴れ豆晴れたら空に豆まいてっていうお店ね、大観山ね、大観山、今日はすごいね。この後もうあれですか、いつお戻りになられるっていうことはあるんですか。そうですね、まあその後九州からずっとねツアーで、そうですね、先週から始まりまして、名古屋から、はい、名古屋からどん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 、はい、南下していって九州の方まで南下していきましてね、はい、桜で南下みたいな感じなんですけど、なるほどね、はいはい、なかなか快適なね、はい、新幹線で良かったですけど、まあ、そうですか。で、まあ、今週は、まあ、都内近郊、はい、で、まあ、最終日は、まあ、明日も、まあ、銀座とかでやったりして、はい、でその翌日は、まあ、千葉が地元なんで、はいはい、千葉で、まあ、弟なんかもバンド一緒にやってますんでね。あ、そうですか。ファミリーイベントで、はいはいはい、まあ、大騒ぎしてやって、その翌日は地元の桜でも見て、はい、花見やって、はいはい、それで打ち上げやって帰ります打ち上げね、はい、そうか、楽しんでいただきたいと思います、ね、またね、気をつけてロサンゼルスの、ね、お戻りいただきたいと思います、本日のゲスト南海雄太郎さんでした。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう、お相手は高橋誠松下俊美でした。はい、金田芳郎でした。See you next time。季節は巡り色を変える街、 A river side my hometown。 今また生まれ変わるさ。日はお祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた想いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。